今回は模型転探法シリーズの第1回として茨城県下妻市の坂入模型教材店にお伺いします。よく行く模型店で創業から半世紀を超える老舗です。中には平成、昭和のおもちゃもたくさん置いてあるので、ぜひとも皆様に紹介したかったので、今回はお店のオーナーの許可もいただき、お店の中を取材させていただくことになりました。看板は改装中とのことでした。いかにも歴史のある店構えですね。それでは中に入ってみます。お店に入るとスーファミソフトの奥に藤崎しおりさんが当時の姿のまま優しくお客様を迎えてくれます。セガサターンの限定版クリアファイル、メガドラソフトのカウンター、こちらを抜けるとお店の奥に昭和のおもちゃの森があります。ピンクレディのおしゃれケース、うちの子天才ファックスでメッセージ、最新のプラモデルの陰にキャッツアイの愛ちゃんがいました。つくだホビージャンボフィギュアシリーズ、鉄道模型とエアガンのカウンターの奥に MGC のレミントンライアットガンがあります。お店奥のエアガン、モデルガンブースです。廃盤、絶版のモデルガンがたくさんあります。今は亡き MGC のエアガン、モデルガンも豊富です。上の釣り戸棚にはラジコン、大型プラモデルが並んでいます。お店中央のプラモデルブースです。自動車のプラモデルがとても豊富です。中央に3列のプラモデル棚があり、1列はキャラクターモデル、2列はスケールモデルになっています。青島の西部警察、危ないデカシリーズも豊富です。すごくすごくもう楽しくてありがとうございます。店主が声をかけてくれました。撮影気にしてくれてました。ミニ四駆とオートバイのブースです。私はオートバイのプラモデルが好きなのでとても嬉しいです。大昔の VT、 青島の BMW、 スティード、ショーケースの中にジャスピオンのビームスキャナーガンが出てきました。
ポケモンのプラコロも豊富です。今では結構絶版になってるんだと思います。私が一番好きなコーナーがこの奥です。懐かしいおもちゃがたくさんあります。パナソニックの 3DO リアル、これが現物で売ってます。ガサラキの神殿アーマー、これすべて神殿です。ボードゲームの部品のようなのですが、どう使うかは分かりません。バンダイのセンサーコロロボテニス、昔見た気がします。そして大量のサザンクロス、その中に紛れて SF3D があります。さらに宝のマーシードック、今井のバルキリアリーの二人だか、こちらはジャイアントゴーグ、キューロボゴーグの必殺ヘリ叩き、昔作りました。これ懐かしいです。エイリアンのノストロモ号宇宙飛行士、ウィズ、フェイスハガー&エッグ。今井の元コンポ、これも昔作りました。とっても懐かしいです。これも嬉しくなりました。鼓団のトミーガン LS です。プラモデルになっています。 BB 団になる前のものですね。懐かしいです。これもその昔見たことがあります。タミヤの工作キットシリーズです。これもちょっと気になってしまいました。25分の1なんですね。自動車模型のフィギュアにちょうど使えます。ベストカララちょっと欲しいな。でも今回はこれを買うことにします。元コンポ懐かしい。いや、すいません、はい、どうも。これ昔作ったことあるんですよ。はい、懐かしいです。だいぶあれですよね。いや、嬉しいなぁ、こと、はい、全部あれですか、大丈夫でした。いや、もうすごいです、はい、もう楽しみにちょっといろいろ編集させてもらいます。はい、はい、
配信ですね。めちゃくちゃお願いします。はい、ありがとうございますね。はい、じゃあちょっと1300円いただきます、ね。はい、すいません。はい。なんかまだまだいっぱい在庫あるんですか？お店に出ていない以外のやつって。なんかこの間来た時とまたちょっといろいろ。仕入れてるやつもあるの。あ、なんか見つけられなかったのかな？これ前回見つけなかったの。そこに置いてあった。それも仕入れたやつで。へぇー。なかなか今井さんだっけね？今井ですね。はい。なかなか、そう。古いのも、いろんな問屋さんが、親からやってた問屋さんが、はい。もし持ってれば、古いのも売れてるので。あ、じゃあやっぱり、ちょこちょこ、見ないと。そう。1週間に1回も仕入れしてるんですよ。まとめて。新しいのも随時変わってるし。そうなんですね。はい。まあ、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。はい。すいません。いえ、こちらです。また来ます。ありがとうございます。はい。どうも。ありがとうございます。はい。こちらこそすいません。じゃあすいません。はい、どうも。ありがとうございます。とても楽しかったので、また来ます。